やってまいりました。LINE をですね、多分3年ぐらいやってたんですけども、LINE アットね。多分解説して3年以上はやってると思うんですけど、えー、おそらくこれは赤版なんじゃないかなと。<laughs> これおそらくと、なんかちょっと今調べてるんですけど、多分凍結されたんじゃないかなっていうとこですね、このアカウントは一部利用できませんというところで、もうこれ全然出てこないっていうね。<laughs> なんで今、多分おそらく原因としては、今 FX のね、ツールの案内してるので、まあそれが、あまあ引っかかったんじゃないかなというところでございますね。うん。まあ3年、でもね、今までね、FX、まあ FX の話あんましてなかったか。うん。FX ダメなんですかね。 まあまあ確かに、ねまあ、今調べてると、まあ、基本的にその儲け話系はやっぱ危ないみたいなやっぱねそれはねああの書いてありましたけどはいまあということでどうしようかな <laughs> 今ちょっとあのー、実際ちょっとパニクってる部分もあるんですけどまあいつものいつものことかなって僕はペイパルも凍結 YouTube のアカウントもバンされたこともあるしペイパルも凍結されたし えー、まあ今回 LINE も凍結されて <laughs> 凍結男ですね氷結男じゃないですかでなんでまあ一応そのなんだろうな僕恨めるマガっていうのもやってるので恨めるマガとりあえずもう LINE やめようかなこの機会にこれねでもねちょ,ちょっとぼやいぼやいでいいすかぼやいていいですか,いいいですかあのー <laughs> あのどうせ赤番食らうんだったら、月末にしてほしかったっすね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、僕、5000円のプラン入ってるんですよ。で、昨日、5000円の課金されたんですよ。で、毎月その、1日とかに LINE の課金がされるんですけど、課金機能して今日赤番なんですよ。マジかと。その5000円どこ行くねんみたいな。 え、その5000円1日ですかみたいな。<laughs> マジか。もうちょっとはいもう、うん、まあ、そこがちょっと心残りですね。<laughs> 昨日5000円課金されたばっかだよ、みたいな。なんで、まあ、今ちょっとわかんないです。あの、僕も初めてのパターンなんで、一応ね、なんかね、あの、なんだ。うん、これどうなんだろうな。一応、その、 アプリも、LINE アットのアプリもあるんですよ。で、今、LINE アットのスマホのアプリから、その、うん、テキストメールを作成ってやると、一応その作成できるページは出てくるんですね。なんで、一応これで設定して、発信あ、設定できて発信ができたらどうなんだろうな。一応もうチャットはもうなんかできないですよ。LINE のアプリがあるんですけども、スマホの。で、それでチャットのボックス行くと、 このアカウントは一部の機能,機能が利用できませんということでチャットができなくなってます。で、メッセージを配信するっていうボタンを押して、もう何も出てこないので、配信できそうな、できないだろうな。わかんないですけど。まあ、もしかしたらすみません。LINE もこの機会にやめようかな。<laughs> <laughs> <laughs> でもやめようかな。まあ、ちょっと考えます。まあ、一応メルマガもやってるっちゃやってるんで、ただメルマガはね、到達率が悪いので、 うん、LINE は100%届くじゃないですか。うん。なんでね。まあちょっと、このネタでいろいろちょっと動画作っていこうかなと思いますけど。はい。一応あの、配信できない可能性が、今日ね、今日の18時と今日の22時にご案内しようっていうところで、えー、思ってたんですけども、まあ,あ発信できない可能性が非常に高いので、 メルマガの方でご案内はします。メルマガね。なので、ちょっとメルマガに登録して,てください。はい。で、もしかしたらもう僕 LINE やんないかもしれないです。この機会にね。<laughs> もうメルマガだけでいいかなっていう <laughs>。うーん。まあちょっと考えます。うーん。はい。うん。どうしようかな、メルマガ。<laughs> あ、じゃあ LINE か。LINE もいらねえかな。 まあでも絶対届くんでね。まあちょっとすいません。これはまだ答え出てないので、ちょっと考えます。はい、とりあえず、まあ今日ね、ご案内してる <laughs> 商品がありますので、えー、まあ興味あるっていう方はすいません。LINE に登録してくださいっていうことをずっと言ってたんですけども、えー、LINE に登録してもね <laughs>、発信できない可能性が非常に高いので、えー、メルマガの方でご案内させていただきます。一応12時の えー、案内はさせていただいたので、12時のやつは届いてました。うん。12時には届いてたんで。はい。まあ一応こういう事件がありましたんで、えー、申し訳ないですけど、興味ある方は、えー、メルマガの方に、えー、登録していただければなと思います。また今後、LINE アットの運用に関してはちょっと考えさせていただこうかなと。まあ今からちょっと情報をいろいろ調べようかなと思ってるんで、うん。 はい。では終わりたいと思います。ありがとうございます。